皆さんこんにちは、高橋義忠です。今日久しぶりにですね、こちら超入門学問のすすめ、福沢諭吉の名著を解説した本ですね、こちらのまとめを行います。今回はですね、こちら第6章、どうすれば世界は変わるのかというところから始めていきます。18番、比較対象を世界に広げ新しい現実を見ると。で、人としての見識を高める秘訣は何かと言いますと、より高いレベルを目指し絶対に慢心しないことであるということですね。常により高いレベルを目指す、こう現状維持ではなく常に上へ上へと目指すと、ね、現状維持で満足しない、慢心しないこと、常に上を目指しましょうと。そして、まあ、物事にねトライすると、どうしてもね厳しい現実、なかなかうまくいかないなと、厳しい現実というのを目の当たりすると思うんですけども、それでね諦めるんじゃなくて目を背けてはいけないと。目を背ける人は消え去る運命にあると。現状維持ってのはとにかくありえないよと。上に上がるか衰退するか、それだけだよと。厳しい現実があっても諦めずにトライして上を目指しましょうと、よく言われていることですけど、改めてね大切だなというふうに感じました。19番、変革の成功を導くのは自由の創設である。諭吉は破壊と創造という組織変革でイメージしがちな手法を否定している。このような手法で社会の幸福が増した例はないと。世界史ですとか日本史を勉強しますと、たびたびですね、改革とか革命というのが起きていますが、諭吉はこのような手法で社会の幸福が増した例はないというふうに断言しています。なぜか。歴史上に起きた単なる破壊というのは、その破壊によりさらに混乱が生じ、別の独裁者が出てきて、その別の独裁者が新たに支配するという形になっていると。そして庶民から自由を奪って豊かさが縮小しているということです。つまり単にトップが変わる、別の人にトップが変わる、そしてそのトップが大体の場合はさらに締め付けの厳しい政治を行っていると。そして庶民はさらに厳しい生活を強いられていると。一見ですね、最初、その新しい支配者はいいようなことを言って歓迎されるけれども、まあ、いざ始まってみれば、さらに厳しい政治で、庶民は厳しい生活を強いられるというのが、これまでの歴史ですよと。だから、トップ、新しいトップを待望するんじゃないと、新しいトップを待望しててもいい世の中にはならないということを諭吉は言っているわけです。じゃあどうしたらいいかというと、まあ言ってみれば、新しいトップ、救世主を待つのではなくて、それぞれの一人一人が当事者意識を持って世の中を良くしていきましょうということです。じゃあどうしていくかと。まずはそれぞれの個人個人が新たな視野と知識を身につけましょう。広く世界を見ましょうと。いろんな世界を見る、いろんな人に出会う、いろんなものを勉強するということをしましょう。特に実学、今の生活に役立つ学問を積極的に勉強していきましょうと。そしてそのそれぞれの人に対して目標を追う自由を与えると。まあ目標を追う自由を与えるというと、その政府サイドの言い方ですけれども、我々サイドで言うと、自分でね、自分の可能性を否定しないと。いろんな知識を吸収するのはインプットです。そしてそれを実際に行動に移すアウトプット、それも意識してやっていきましょうということになります。本を読むだけではダメですよと。本を読んでそれを実際の生活に生かしていきましょうということになります。そして当事者意識をそれぞれの人が持ちましょうと。世の中を変えるのは誰かの支配者あるいは政治家ではないんですよと。自分たち一人一人、市民一人一人が世の中を変えていくんだという当事者意識を持ちましょうと。自分で世の中
を変えていくんだという意識を持ちましょうということです。これが今までの改革と違うところです。トップに頼るのではなく自分で世の中を変えていくと。じゃあどうやったら世の中は変わるのかというと 5% の変化で世界は変わると。諭吉が言うには 5% の人の志が変われば世の中は変わるということです。だから全員が変わる必要はない。まずは 5% の人が変わるように頑張りましょう。まあその前にまず自分自身が頑張りましょうというのがあります。自分自身が頑張って、そして身の回りにいる身近な人たちにいい影響を与えて変えていきましょうということです。そのパーセンテージが 5% になればオセロが黒から白にガラッと変わるような感じで世の中に残り 95% の人たちにも影響を及ぼして世の中がガラッと変わりますよということです。だからまずは自分自身が頑張りましょう。そして身の回りの人にいい影響を与えましょう。そうすれば世の中がきっと変わるから信念を持って頑張っていきましょうということになります。はい。ですからどこかの政治家に頼るのではなくて自分が世の中を変えていくんだ、自分が頑張ればきっと世の中は変わるんだという気持ちを持って毎日を生きていきましょうという話でした。はい、それではさようなら。